次は十国市民の会、佐藤和彦さん、お願いいたします。十国市民の会、正式名称は安保法制廃止、立憲主義回復する埼玉十国市民の会。そして私、蕨に住んでいるっていうか、蕨で活動しているんで、市民が野党をつなぐ蕨の会、この2つを代表して、発言をさせていただきます。発言は2つしたいと思います。1つはこの間の十国市民の会や蕨の会の活動について、そしてもう1つはこの運動をどうやって地域の中で広げていくのかということについての問題意識について発言をしたいと思います。十国市民の会はさいたま市の南区桜区、そして蕨市と戸田市、今までは川口市の芝地域も入っていました。それが十国の活動地域です。十国市民の会として活動するとともに、それぞれの行政区の市民の会、それも独自に活動しています。昨年の総選挙では立憲民主党、日本共産党、そして社会民主党と21項目にわたる十国市民の会が掲げる国政課題の要望事項、そして市民と野党の共闘で選挙勝利を目指す、そういう確認書をそれぞれと取り交わして、立憲民主党の衆議院議員だった高木連太郎氏を市民と野党の共同候補として、私たちが野党の皆さんと一緒になって選挙を戦いました。結果は当選には至りませんでしたけれども、これは初めての取り組みとして大きな一歩だったというふうに思います。そして参議院選挙でも、私たちは総選挙で確認したこの国政課題に対する要望書、それに基づいて野党の皆さんと一緒に選挙を戦うということを追求しました。選挙前には参議院、埼玉の選挙区では立憲野党がそれぞれ候補者を立てて戦う選挙でしたけれども、市民と野党の共同の街頭演説会を行いました。そして選挙期間中は、私たち十国市民の会がそれぞれの行政区で投票に行こう、そういうアピール行動を有権者の皆さんに行ってきました。私たち十国市民の会が大切にしていることは、十国市民の会の国政課題に対する要望事項を実現していく、このことで野党の皆さんと一緒に行動しようということ、総選挙で築いた市民と野党の共闘の枠組み、それを大事にしながら野党への働きかけ、一緒にやろうという呼びかけを継続してやってきているということです。11月6日オール埼玉とともに十国市民の会が行った蕨駅前での街頭宣伝には、立憲民主党から高木連太郎さんが参加をしましたし、日本共産党からは地元の蕨の市議会議員の団長鈴木聡さんが参加をし、社会民主党からも鈴木さんが参加を、埼玉の支部の書記長をやられている鈴木さんが参加予定でしたけれども、当日は体調が悪くて参加できませんでしたけれども、そういう枠組みを追求してきました。これからもその枠組みは大事にしていきたいというふうに思っています。そしてこの間の活動、本当に蕨の会で言えば、よくもまあ蕨駅での宣伝行動を繰り返し繰り返し頑張ってきたなっていう感があります。選挙ばかりではなく、
ロシアのウクライナ侵略に対する抗議の活動を3月4月に集中的に、そして8月9月にはあの安倍国葬やめよの行動を、国葬当日の抗議行動も含めてずっと行ってきました。そして今は戦争する国づくりに向けた大軍拡大増税に反対する活動を行っています。12月で言えば3日の日に9条の会のアピール行動、そして6日の日には核兵器廃絶を願う蕨原水橋を中心とした6級行動、8日の日には女性の人たちが中心にしたあの太平洋戦争の開戦の日に合わせた戦争やめようのアピール行動、そしてこの15日には年金者組合が年金引き上げを求める受給日宣伝や築炉協は最賃の宣伝行動を行います。そして私たちわらびの会としても19日行動を市民と野党の枠組みを大事にしながら行っていくというふうになっています。地域の中での共同を大事にしていきたいと思います。運動の進め方について言わせてもらえれば、今話をしたようにそれぞれ地域の中で活動している団体や分野ごとに要求があると思います。その要求課題のいわゆる実現と今のこの情勢の中での大軍拡大増税、そういった状況を重ね合わせて地域の中で共同の運動としてどう広げていくかというのが問われているのかなというふうに思います。有権者の皆さんに、市民の皆さんに訴えるところでも、今のコロナ禍物価高騰のもとでの生活困難の状況の中で私たちが訴えていけば共感が広がるということはあるんだろうというふうに思います。憲法を守る、憲法を生かす、そういった政治の実現と求めながら国民の命と暮らし守る政治実現していくために頑張っていきたいなというふうに思います。その際に大事なことは、清水先生のお話にもあった通り、私たちが担い手を広げるということと対話をどう広げていくかということが問われているんだろうというふうに思います。私たち自身運動を進める側の ものにとっては学習は大事です。それをどういうふうにして担い手を広げ、対話を広げていくことに結びつけていくのかが問われているんじゃないかなというふうに思います。憲法を守り生かす活動と結びつけて地域の共同をと広げながら声を上げ取り組むことで、有権者市民の皆さんと共感を持って運動を進めていきたいというふうに考えていきます。終わります。